は一般動詞の過去形で規則変化をした時の ED の発音についておさらいします。この ED の発音には3種類あるというのはもう皆さんすでにご存知だと思うんですけれども、今日は上の2つに注目したいと思います。まず動詞の基本形の最後が無声音である場合、後に続く ED の発音も同じく無声音の T になります。例えば Bake Baked Watch Watched、 それから動詞の基本形の最後が有声音である場合、後に続く ED の発音も同じく有声音の D となります。例えば Close Closed、 Play Played、 このように無声音には無声音、有声音には有声音と非常に分かりやすいルールになっているんですけれども、実際に無声音で終わる単語に有声音の D をつけている人が多いんですね。先日生徒さんにこんな質問をしてみました。 What did you do yesterday? すると I baked some cookies and watched a movie って答えてくれました。無声音で終わる bake、watch の動詞の後に有声音である d をくっつけていたんですね。本来なら無声音だとその後も無声音しか発音しにくいはずなんです。なのにどうして有声音が発音できてしまうのでしょうか。これはつまり t と d の問題ではなく、そもそもの動詞の bake、watch、 無声音で終わるはずが無声音で終われていないんですね。ちっちゃい母音が入っているんです。 bake、watch、ちっちゃい母音がついていることによって有声音で終わってしまっています。つまり過去形にしたときは有声音には有声音の D がくっつく自然の流れになっているんですね。注意すべきところはこの動詞の発音になります。動詞の発音がきちんとできていると無声音には無声音、有声音には有声音しか発音できないようになっていきます。日本人にとって子音で終わるっていうのは少し難しいことなんですけれども、細かいところ一つ気をつけるだけで全体の流れが良くなって伝わりやすい英語になるはずです。それでは I'll see you next time. Bye!